もんちゃんです。今回は登山の最終地にあった神社森戸神社を紹介します。登山の内容は触り程度にお話しして、神社を紹介しようと思います。森戸神社は神奈川県三浦郡葉山町にあります。最寄り駅は jr 逗子駅、または京浜急行逗子葉山駅からバスに乗り、森戸神社バス停で降ります。 今回は山の師匠からのお誘いで山を登りました。そのため降りたバス停は森戸神社バス停ではなく風早橋バス停です。コースは浅間山を登るハイキングコースです。山の師匠はこのハイキングコースの終わりを幹線道路に出るまでと考えていたようです。朝9時ごろスタート。登山終了は昼くらいを予定。 その後師匠がその先に神社があることに気がつき教えてくれましたそこで寄ってもらうことをお願いいたしましたさて今映っていますのは森戸神社の鳥居前です登山の話はここまででお参りしましょう鳥居を抜けると右に橋がありますみそぎ橋ですその先に狛犬さんがいました さらに進むと、もう一つ鳥居があります。神社の手前の狛犬さんがこちら。そして、森と神社がこちらです。ご祭神は、大山積みの御事、こと主の御事です。この二柱を、森と大名人としてお祭りしています。ここのところ、大山積みの御事を祭っている神社が多いです。ぼんちゃん、かなり好かれているようです。さて、 この森戸神社ですが、源の頼朝公は三島明神、現在の三島大社を信仰していました。天下を治めた頼朝は三島明神のご分霊を鎌倉に近いこの葉山の聖地に誕生したのが始まりなのだそうです。三島大社にもぼんちゃんは訪れています。源の頼朝ゆかりの三者参りをご参照ください。続きましては、こちらがお関稲荷。 御祭神は、羽かの御たものみ事です。こちらは、水天宮。御祭神は、雨のみなの狼。その他にも、高神島や家畜を祀る畜霊者。英霊、祖霊、水子などを祀る僧霊者などもあります。海岸の方に出ますと、いろいろな日があります。その一つがこちら、詩人、堀口大学の日です。 また、海岸の方には鳥居があり、その奥には祠がありました。森戸神社のホームページには書いてなかったですね。その先に千岩松があります。よりともこうが絹笠城に向かう途中、森戸の浜で休憩した際、岩の上の松を見て、いかにも珍しきますと褒めたところ、出迎えた和田よりもりは、 我らこれを千岩の値ありとて千岩松と呼び候と答えたと伝えられています。そして海岸では海の風景も素晴らしく、鳥居と灯台があります。また江の島も望むことができます。実はこの日3月14日だったのですが、1週間前までは雨の予報でした。一緒に登る人に大丈夫ですよとお伝えしていました。 2、3日前になると予報は急変し、天気となりました。空気がもっと澄んでいれば、富士山も見られたはずでしたが、そこまではいかなかったようです。それでは最後に、この日に授かりました森戸神社の御朱印を紹介します。左の御朱印が森戸神社の御朱印です。素晴らしい字ですね。今回は以上です。この練習登山を踏まえて、いよいよ修験道スタートです。 次回は、根の権原を紹介します。山、登ります。ご視聴ありがとうございました。面白かったという方は、グッドボタンを、チャンネル登録、コメントもお待ちしております。それでは、また。